聖シルベストロ教皇騎士団勲章。中央に聖シルエステル教皇の肖像が見える聖シルベストロ教皇騎士団勲章は、ローマ教皇から授与される騎士団勲章5つのうち1つ。名称は4世紀のローマ教皇、シルエステル1世に由来する。ヨーロッパ各国語での綴りに順じて、シルベスター、シルエステル、シルベストルなどと表記する場合も多い。 職務や技能によってカトリック教会の活動に貢献した一般人を検証するためのものでカトリック信徒以外も対象となっている通常は教区司教の推薦が教皇大使を通してバチカン国務長官に取り継がれそれに基づき騎士団員に任命されその証として勲章が授与される教皇騎士団員に列せられる栄誉に対してはいかなる義務も伴わない しかし司教や司祭の除会のような教区における重要行事に招待される習慣となっており、その際には騎士団の制服を着用する。現在の等級は3つあるが、このうち司令官については、聖書ありとなしの区分があり、実質4等級となっている。左から、騎士、司令官、司令官、第十次聖シルベストロ教皇騎士団の起源は、 黄金白社騎士団あるいは黄金民兵団と呼ばれていたもので、強行騎士団の中では、最も古く創設者は、諸説あって確かなことは分かっていない。スフォールツケなどに任命特権が与えられたため、騎士号が乱発され権威が低下していたところ、1841年、グレゴリウス16世が任命特権を撤回し、人数に制限を設けるなどの改革を行う。 この時名称はそのままにシルエステル一世を守護聖人とした。その後、1905年ピウス十世が高い格式を持った黄金民兵団と広く一般人を検証する聖、シルベストロ教皇騎士団とに分割した。かつて男性に限られていたが、1994年ヨハネ・パウロ二世が女性にも対象を拡大した。ありがとうございます。